PW6000 はエアバス A318 用に設計された水力域が18000から 24000LBF である高バイパス比のターボファンエンジンである。プラットホイットニーは単純な構造で整備費と重量と燃料消費を抑えることに主眼を置いたエンジンを設計した。しかし試験の結果、当初の五段式の高圧圧縮機のブレードをもにした設計が 燃料の燃焼性能に適合しないことが明らかになった。その結果、多くのこれまでの顧客がライバルである CFM インターナショナル CFM56 から5に切り替えた。この問題を解決するためにマトゥウェアロエンジンズによって設計された6段式の高圧圧圧縮機に更新することで所定の性能に達し再認証を受けた。このエンジンは2000年8月21日に フラッツバーグ国際空港から試験飛行に飛び立ち1時間20分の飛行を成功理に完了した。このエンジンの最終組み立てはマットゥエアロエンジンズの工場のあるドイツのハノーファーで行われる。アメリカウエスト航空と CIT アロスペースは PW6000 をエアバス A318 に採用した。それらは2006年に納入を予定していたが履行されなかった。 ラン航空は2005年8月15日 PW-6000 エンジンを動力とする15機のエアバス A318、ように計34機のエンジンを予定する。さらに、オプションとして25機の航空機に予定する。もしラン航空がすべてのオプションを購入すれば、エンジン数は56機になる。ラン航空は2005年8月に、 三3 4機の PW-6000 エンジンを動力とする15機のエアバス A318 を発注した。さらに、ラン空は、プラットホイトニーを動力とする最大25機のオプションに調印した。ラン空は、すべてのオプションの実行により56機運用する予定である。ラン空の発注の前に84機の CFM56 から5を動力とする。 A318 がすでに発注され2005年12月の時点で28機が運用中であった。ありがとうございます。